ミロスラフ・クルティシェフは、ロシアのピアニスト。6歳で演奏会を開き、10歳で、サンクトペテルブルクフィルハーモニー交響楽団と、モーツァルトのピアノ競奏曲ケッヘル466を、テミルカーノフ式で共演した。サンクトペテルブルク音楽院で学び、2004年に卒業した。少年時代から特に目立った国際コンクール歴がなく、2007年、 チャイコフスキー国際コンクールに出場時は、経歴欄に、音楽祭出場と書くだけでメジャーな、国際コンクール上位入賞歴がない異例のキャリアであったが、第2次予選で、リストの超絶技巧練習曲3曲で成功し、注目を集め、第2位に入賞する。その3年後のショパン国際ピアノコンクールに出場し、第1次予選はイエスを審査員全員から獲得する。 第2次、3次と勝ち進み、入賞には至らなかったがファイナリストとなった。2013年7月8日、日本人女性バイオリニストの神尾真由子と結婚。しばしばデュオで演奏会を行っている。入賞者紹介。ありがとうございます。